はい佐々木徹です。本日は9月の12日ですね。動画の方を作成をしております。はい。えー、久々に、えー、というか、連続でうちの黒い子出てるんですけど、最近なんかとても嫌がってですね。<laughs> はい。<laughs> 占いするのが嫌らしいんですけど、まあやってみましょう。はい。来週ビットコインは左上がる、右下がる、どっちですか来週ビットコイン。上がりますか、下がりますか <laughs> はい。上がるということだったんで。はい、えー。上がるそうですという、はい。お約束をやってですね。 はい、でちょっとお知らせになりますあの。こちらの動画の方はですね、週刊クリプト通信という、自分の方が週に1回発行している講義の方があるんですけれども、こちらの、ね、優勝コースの方の公開イントロダクションということで作成をしておりますということだけ、ちょっとご了承いただければと思います。はい、ということで、えー、ビットコインなんですけれども、おまあ、今、さえない動きって感じですよね。 はい、あのどこに行くでもなくです、ねえー、迷い込んでしまったあーというような状態に今はなっています。まあ、先日の えー、ビットコインの動画で、えーまあ、7400あたりからちょっとしんどいですねみたいなことを言って落ちてでその後どうなったかっていうと,、えーとねまあ、6180っていうレベルっていうのが一つの,あの鍵ではあったんですよね、はい、これはもうポジション動向 CME のポジション動向から出てきたレベルだったんですけれども、まあ、そこでどうなのかなとか思ったら、まあ、あのそこでとりあえず今止まってはいるという状態なんですけれども、うん うんどうですかねあ、ビットコインは <laughs> 今は <laughs> しんどいですね。あの一言あるとすれば、ですねもうぜひ皆さん戻ってきてくださいというところですね、あのもううちの黒い子からもお願いをしますので、はい、あの参加者の人が今いません、えー。ビットコインをですね、がですね、世間から忘れ去られてしまってですね、もう非常に寂しい思いをしているというのが、おそらくビットコインの本音かなというふうに思うんですけれども、はい、いまあ、なので、えー、現状はですね、 まあやっぱり参加者の人がですね、いないんですよね。あのいないっていうのは、なんか新しい人が入ってきてないっていうことで、まあ、結局それがあるのでですね、あの、レンジになっちゃうっていう、なんていうんですかね、抜けられない、まあ、ここのトライアングルのゾーンにですね、こう閉じ込められてしまって、さあどうしましょうみたいなね、レベルになっているというのが今のビットコインの状況ですよね。はいでえー 結局です、ねまあ、ビットコインの直近の動きなんですけれども、まあ多分一言で言うとすると、上げ損なっちゃったなって感じですね。はい、先日の下落も結構ねその、すぐ反発をする可能性がある、いいとこまで行ってたんですよね、いいとこまで行ってた。えー、ただ、あその熱いうちにですね、えー、上昇のスイッチが入らなかったっていうのがあって。 でえー、結局ですね、まあ、6180の中途半端な まあ、なんてですかね、絨毯の上で今、フラフラしているというような状態になってますというところですね。まあ、あの、何回か前の動画でね、ドルインデックスと連動することが結構ありますみたいなことを申し上げたんですけれども、まあ、あのドルインデックスの方はね、えー、とりあえず今、横ばいの状態になってますというところですよね。ですから、あドルインデックスに比べて、えー、ビットコインの方は今あ、だいぶ下げている状態でもありますし、数字はね、悪くないんですよ。数字は悪くないです。数字は悪くないんですけれども、 まあやっぱり物事にはタイミングがあるんでね、上げるべきところでパチッと入らなかったっていうのが、今のビットコインがですねちょっとまああの出発するバスを逃しちゃったかなっていうようなイメージですよね。 はい結構ね、いいニュースもいっぱい出てるんですよね。ちょっとコインテレグラフさんの日本語版が結構見やすいので、今、ちょっと出してますけれども、まあ、あの大きかったのはこれですよね、ウィンクル・ボスの兄弟の方うが、まあ、US ドルに裏打ちされたね、ステーブルコインの方を出しますというようなニュースであるとか、あ,あとはまあロビー団体がね、アメリカの首都で立ち上げますっていう計画。 であるとかイーサリアムそんなに悪くないよみたいな発言であったりとか結構ねいいニュースあとこれなんかね証券法は仮想通貨に適用できるとかでこの辺の材料ってあのマーケットがそんなに悪くなければですね結構すぐに上げ,ら上げる材料になりうる話なんですよね。ところが今は人がいない新規のお金が入ってきていないという冷え込みがあって。 で、えー、なかなか上げるタイミングを失してしまったなという感じですね。はい、えー、まあなのでこれがねいつまで続くかなっていう感じですよね。まあ、なので特に大きな状況さえ変わらなければねあのー、新規の参加者がなくてまあ、このまま相場的な環境っていうのが。 まあまあ、アメリカの、ね、CPI の,の,の指標っていうのが、えー、明日発表になりますし、まあ、あとはリテールセールス、まあでもどうですかね、まあまあ、あったとしても CPI かな、クリプトに関係するのは。はい、CPI の方は若干クリプトに関係するかもしれませんけれども、結局、まああの、ビットコイン からですねちょっと力が抜けているので結局外部のそのドルに振り回されてまあ、ドルが強くなればビットコインが下がるしドルが弱くなればビットコインが上がるしみたいなねえー、っとそういうようなそのそれまでだったらさほど影響が強くなかった要素っていうのが結構今はまあ、支配的になっちゃってるかなっていうところですねはいえーというようなところになりますまあ、ただねちょっと 荒れるかなっていう感じですよね。はい。おそらくこの一週間ぐらいで、えー、結構荒れる動きをするっていうのはおそらく想定ができるので、あんまりね、えー、頻繁に取引をする必要のない方はですね、ちょっと あの、サイドラインに引いてですね、もう様子見様子見というかあ、もうビットコイン好きにやってくださいっていう感じでですね、あの、もうポジション持たずにえ様子を見ておくのが一番いいのかなっていう状況ですね。はい。今はですね、えー、おそらくそんなに状況としては良くないので、まあ、なので感覚としては、一回6000を割らないと気が済まないかなっていう感じですよね。はい。 えー、っていうようなところが、まあ見えたり隠れたりしているので、ちょっとね、あのー、大きなポジションを持たれている方は、注意をされた方がいいのかなっていうようなところでございました。 はい。まあ、自分の言ってることが全部外れてね、スコンと上げてくれるのが一番いいんですけれども、ちょっと、現状としてはあ、うちの黒い子のね、占いを上げるでしたけれども、ちょっと、どうかなって感じですね。はい。い一旦は、ガンと下げるっていうことをしないと、多分、蹴りがつかないのかなっていうね、状況かもしれません。はい。というようなところでした。 はい、ということで、ちょっとこちらから、ね、あのお知らせになりますあの。続編のクリプト通信の本編の方では、ですねこちらの方になりますけれども。 はい。まあ、今、ざっくり言ったんですけれども、あの数字ですよね。はい。数字。数字としては悪くないんですよ。数字としては本当に悪くないです。えー、なので、じゃあ、悪くないっていうのがどういうとこなのか。まあ、それっていうのは、あの、金利であったりとか、金利っていうのもいくつか種類があるので、えー、それの状況であるとかね。あと、ポジションの動向。あと、出来高。で、えー、あとは価格帯ですよね。あの、まあ、純粋に今のね、動きからした場合に、 今後1週間で考えられる到達の上限と下限っていうところっていうのはある程度ねある程度出ているのでそれを一応シナリオとして持っておきましょうということあとはスケジュールですよね例えばビットコインの方が ある程度、まあ、どういうふうに動くかというのはこれはもうあの自分が決めることでもないですしあの分かることでもないですけれども、まあ、可能性の高いシナリオとしてはあ、まあ、これ、これっていう、ね、動きっていうのが、まあ、想定は一応されているので、えー、その辺を紹介をしていくというようなところですね。 はいまあ、あとはね、あの同時コインですよね、はい、あの犬コインが、まあ、ある程度上げてきてるっていうことで、まあ、それの上がっていた簡単な、ね、理由と背景ですよねっていうところであるとかも、あとはもし落ち,落ち着くんだとしたら、ちょっとこの指標を見とけばいいのかなみたいなところですよね。 えっていうようなところ、あ,あとはイーサーがね結構まあバッシングされているような状態なので、これの要はまああの元になった原因だったりとかあっていうようなところ、あ,あくまでもまあマーケット目線でねえスマートコントラクトの目線からということではなくて、純粋な出来高だったりとかっていうところから見て、じゃあこの先どうなるのかっていうところも、ひょっとするとひょっとするのかなみたいなところがね少し見えてはいるので、ちょっとその辺を えーまあ、推測ベースですけれども一つのシナリオとしてねご紹介をするっていうようなこともやっていきたいなというふうに思っています。はい、えー、ということで。 えー、こちらの動画はですね、クリプト通信の公開イントロダクションということで、うちの黒いことですね、共に出させていただきました。はい、ということで、えー、まあ、なんかちょっと今日曇りなんですけれども、はい、あの皆さんもですね、えー、素晴らしい一日をお過ごしください。はい、ということで、今日もありがとうございました。はい、では失礼します。